勿来駅は、福島県いわき市勿来町、関田寺下にある、東日本旅客鉄道常磐線の駅である。事務官コードは421,129。駅舎駅開業時の所在地は、いわき郡、久保田村大字関田であったが、貞応年間に、いわき平藩二代目藩主である、内藤忠興が定めて、以来の勿来関跡を地域の顔にすべく、関田地区住民により、駅名に勿来を付与することを関係者に要望したためあたり、駅名が定められた。単式ホーム2面に線のホームを持つ地上駅になっている。互いのホームは跨線橋で連絡している。2つのホームの間に中線が1本あったが撤去されている。また、かつて貨物の取り扱いに使用されていた留置線が残存する。泉駅が管理し、JR 東日本ステーションサービスが駅業務を受託する業務委託駅。自動改札機。指定席券売機設置駅。駅舎は2013年3月にリニューアルした。勿来の駅をイメージした入り口に、木目調のシートを貼ったアルミ柵を設置し、待合室を木目調のものとした。JR 東日本によると、2020年度の1日平均乗車人員は630人である。2000年度以降の推移は以下の通りである。駅前茨城県との県境に近い。隣の大津港駅は茨城県に位置する。駅前には勿来関にちなんで源義家像と歌碑がある。新常磐交通の路線が川辺、上田駅方面へ発着しているが、平日のみ運行となる。ありがとうございます。